はい、以上にパートナーズの大森です。今回もお話をしていきます。今回もね、あのコメントいただいていたのにですね、返信をすることによってですね、いろんな補足ができるんじゃないかななんてね、あのお話なんですけれども、もうね、これ何年前なんですかね、選定初心者が買ってはいけないよというものね、いろいろあります。私もね、いろいろ考えてね、こう動画ね、いつも作ってるんですけどね、この時に何を考えていたのかもうね、すでにわからないというふうなね、感じです。気になった方ね、見ておいていただければいいんですけれども、 まあ大体ね、たぶん、えっ、ー、と、なんかね、チェーンソー的なものですかわかりませんね。あとね、チャタツすげえ高いやつとかね。あとね、このコメントね、えー、高いハサミって言ってたんじゃないかなっていうようなね、ニュアンスのコメントをいただいてますんでね。まあコメントね、えー、こちら紹介させていただきます。自身の失敗談を織り交ぜて素晴らしいアドバイスありがとうございました。次も安いハサミにします。ね、コメントいただいております。コメントどうもありがとうございます。たぶんね、あの、一番最初にですね、高いハサミ買っ でもね、結局ダメだよ。っていうね。あのお話なんですよ。私もね。まあ、これ見。 でね、こっちの動画が来られた方ね、同じ話してるかもしれないなって思うんですけれども、初めて買ったハサミね、あの、おかつねのね、今のね、あの、愛用してるおかつねのですね、ハサミ使っているんですけど、今ごめんなさい、現場出てないんで、ほぼほぼ使ってないんですけど、まあ、買うとしたらね、だいたいそれ使うんですよ。で、それをね、最初から買ったんですけど、1ヶ月か2ヶ月ぐらいでね、これ歯がね、グーニャってなっちゃって、もう切れなくなっちゃったな、みたいな、切りにくくなっちゃったなってなっちゃったんですよ。で、初心者の時はね、 この切る力もないですし、切るのに慣れてないんでね、どう力入れていいのかわかんなくてね、どうしてもね、こうなんかやってないつもりでもこうやっちゃうんですよね、ぐにゃぐにゃぐにゃって、ぐにゃぐにゃぐにゃって、歯がね、もうね、えー、なっちゃうと。だからね、とりあえず安いやつでね、その木を切るっていうのに慣れてね、で、ある程度慣れてきたらいいやつ買ってくださいね、でいいんじゃないですかっていうふうな、あの、お話を多分したんじゃないかと。 思います。で、私ね、未だね、こっからね、何年も経ってますけれども、同じです。結局、安いやつ買ってください、一番最初ね。なんかもう、ちょっとね、まあ、物価が上がってるんでね、当時よりね、あの、金額上がってるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、1000円ぐらいでね、あの、普通に安いやつだったら買えます。で、一番最初ね、ほんとそれでいいです。で、切れればいいです、もん。切れれば。で、その後ね、あの、もっともっと、こう、慣れてきてね、もっともっと切りたいよっていうのであれば、まあ、ある程度いいやつ使っていただいて構わないです。 で、それがですね、そのプロのね、まあ私プロのね、植木屋さん庭師さんとしてやっているんですけれども、プロの職人さんであればね、それこそ半年とかね、3ヶ月半年ぐらいで、ある程度ね、この切れるようになってきますんで、このハサミちょっとなって、だん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 思ってくるんですよ。そうするとね、一個いいやつ買っていただいてもいいのかなっていうふうに。 思ったりします。で、プロの職人さんはもう毎日毎日何本も何本も切りますんでね。それで3ヶ月とか半年っていう風な感じになりますんで、その自分の家の庭木が何本あるのかっていうのにもまあもちろんよるんですが、ある程度ね、2、3年ぐらいはこれでいいかなみたいな感じでね、やっておいていただくぐらいのもんでいいんじゃないかなっていう風に思います。だから、 切り始めてね、3年、まあ、5年ぐらい経ってねようやくなんかこの木の切るの分かってきたなみたいな感じになったらそれはね,、えーまあ、ね捨てていただいて新しくちょっといいやつ買う。でね、 その道具とかね、結構男の人方ね、あの、こだわる方結構多いですよね。私ね、あんまりね、そういうこだわりなくてね、道具がいっぱいあるから嬉しいな、みたいなのもね、あんまり感じないタイプなんですよ、私ね。どっちかって言ったらね、あんまりない方が好きだなとかね、めんどくさいなとか思っちゃったりするんでね。この腰道具とかもね、あの、植木屋さんするんですけど、そこね、なんかいっぱいこうね、なんか、あの、普通の人よりちょっと多くつけてますよ、みたいなのがね、あの、好きな方ね、結構いらっしゃるんですよ、男の人ね。んでね、 やっぱ形から入るっていうのがね、あったりする方もね、いらっしゃってね、まあそれが悪いわけじゃないんですけれども、そうするとね、一番最初からいいやつ使ってね、なんかなっちゃった時のね、落ち込みがね、私はちょっとね、あの、激しいなっていうふうにね、あの、思ったりしますんでね、一番最初はね、まあなるべくね、えー、それなりのやつを買ってですね、で、次からね、少しずつこういいやつを買っていくっていうふうに、あの、してます。 で、同じようなね、感じでね、あの、パソコンとか iPad とかね、そういうのもね、まあ私好きなん、は好きなんですけどね、未だにね、この iPad もね、えー、この、何ですか、無印と言われるね、エアーでもなければ、プロでもなければ、ミニでもない、一番安いやつ使ってるという風なね、感じで、う毎日ね、えー、仕事するのに使っているのもね、そんなもんだと。まあただパソコンもね、私ちょっと多く使ってるんでね、それはね、えー、ちょっといいグレードのやつ使ってるんですけどね、まあ携帯もね、未だにね、えー、まあ、iPhone11 です、私まだね。 えー、生き残ってます、私ね。iPhone11 でね、生き残ってます。まだね、いけんじゃないかな、なんてね、あの、思ってるんですけどね。だそんなようなね、感じなんでね。とりあえずね、あの、入門編としてはね、まあ、ある程度安いものでね、えー、いいんじゃないかな、っていうふうに思います。で、次はですね。 えー、その、もうちょっといいやつ。で、いろいろね、このなんか、こうだったらいいのにな、みたいなのがね、少し出てきたタイミングでね、買い替えてもいいんじゃないかなと思います。それがね、わかんない間にね、えー、なんか新しいやつ使ってもね、結局なんじゃないかなとは思います。絶対壊れるんですよ。 絶対壊れます。壊れないものなんてないです、世の中。絶対に壊れます。で、特に初心者、使い方ね、やっぱり良くないなっていうのがあるんですよ。何回もね、あの、何人もね、この職人の方見てきましたけど、ノコギリはね、しっかりこうね、えー、こう、まっすぐこう引くんだよって言って、言われた通りね、一番最初からね、こう、まっすぐにこう引いて、引く時に切るんだよっていうのをね、意識しながらね、えー、切れた方ね、一人も見たことありません。なのでね、ハサミもね、こう、こう こねちゃいけないんだよって言っても分かりましたって言ってもね、こねるんですよ、絶対ね。だからね、なんか言ってることは分かるんですけど、実際にやるっていうところでね、 あの、まだね、その体がね、こう理解できてないよっていう風な感じになるのが普通だと思いますんでね。そしたらね、まあある程度ね、安いやつを使っていただいてもいいのかなと思います。機械もね、同じです。バリカンね、えザーッとやってる。もう最近もね、こう家の周りでもね、結構そのお手入れし、ね、自分でされてる方ね、あの見かけるんですけれども、やっぱりね、あの、ある程度のやつでいいんですよ、最初ね。でね、気になったらね、一個いいやつ買ってみるみたいなね。 切れなくなってきたなって思ったらね、えー、ちょっとね、じゃあ同じやつ買うのか、一個高いやつ買うのか、むしろね、安いやつのも同じなんじゃないのとかね、いろいろ調べてみるっていうのもね、一ついいことなんじゃないかなと思いますんでね。まあ、ぜひともね、そんな感じで買っていただければいいんじゃないかなと思います。ハサミね、使い方ね、こう、 絶対にね、ね、えー。最初はうまくいいかかないですから、ねまあ、私だけじゃないと思いますんでね。私そうだったっていうお話ですからね。はい。ということでですね。本日はね、そんな感じのお話をしております。まあ、ハサミもね、今、えーまあ、いいやつ使いたいのであればね、ある程度これやってから買っていただければいいんじゃないかなと思います。ということでですね。本日はね、そんな感じのお話をしております。チャンネル登録もいいですよという方がいらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後のご視聴いただきまして、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。